どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はトップラインさんのタイアップ動画なんですけども、今回は営業ということをテーマに就活相談をさせていただけたらなと思ってます。本日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ簡単にちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、株式会社トップラインの大谷と申します。まあ、入社をさせていただき、まあ、現在ですね8年目でございます。で、職に関しては取締役という形で業務に従事させていただいております。ということで、じゃあ営業のある種プロということで合ってますか？はい、任せておいてください、はい、弊社の、ね、代表もそうですけれども、はい、売れないものはないと、ね、はい、それぐらい の気持ちで、やらせていただいてますし、日々ですね従業員の育成もさせていただいてます。じゃあ簡単にちょっと星くん自己紹介をお願いします。はい、専修大学3年の星です。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回営業職のプロの OA さんに質問させていただくということで、星くんの方から1分ほどである種営業職を志望している理由をプレゼンさせていただくので、この、はい、そちらの丸×の札でですね、はい、営業マンとして、まあ、見込みあるかないかっていうところと、まあ、トップラインさんの採用のラインに達してるかどうかっていうところをちょっと判断いただけたらなと思ってます。はい、1分で反応されるんですか僕？そう、わかりました。はい、じゃあ僕が営業を志望する理由なんですけども、3点ほどありまして、まずはなんか営業として責任を持ってお客様に対して仕事がしたいっていう部分があります。2点目に、社外だけではなくて社内においても営業力っていうのは課題感のすり合わせだったりとか、まあ、どういったことを伝えたいのかみたいなところですごい大切だなって感じております。常に僕はその学部的にエンジニアだったりっていう人が多いんですけども、その中でもすごい仕事だったりとかバイトを通して、え、なんか営業とかやってたって言われるぐらい、なんか営業向いてるよって言われるんですね。その中で、じゃあ僕営業が向いてるんだったら、まあ、得意なところで仕事をした方がすごい僕としても活躍できるし楽しいんじゃないかなと思って志望しております。ということで、今の簡単な1分ほどの志望理由といいますか、星くんが営業向いてると思う自分自身が考える理由なんですけども、今のちょっと話を聞いて営業向いてるかどうかを札の方をお願いしてもよろしいでしょうか？はい、それはもう向いてますね。おお、いや、すごく向いてると思いますね。まあ、なぜかっていうと、やっぱりその責任っていうのはすごく大切ですし、であと自分も共感できるのがこの社内営業、営業マンってみんなやっぱりお客様に対してっていうのはいいかを非常にできるじゃないですか。自分自身が今ですねすごく大切だなって思うのが、やっぱり社内の人間に対してよくね言うと、ES と CS っていう部分ですよね。この従業員の満足度っていうのがしっかりやっぱり上がらないと会社っていうのは成長しない。で、我が社の考えっていうのはお客様をもう大切にしてます。なおかつ従業員も大切に、ね、していくっていう考えを非常に持っておりますので、非常にですね共感できました。あと3つ目ね、はい、物おじせずに喋れるっていうのはすごく大切です。なんで人から、まあ、好かれる良さを持たれてるのかなっていう印象ですね。なるほど、はい、僕個人的にはなんか理由薄いなって感じたんですけど、ちょっと笑ってましたよね。明るさってやっぱ大事なんですね。理由薄くなかったですか？でも明るさは大事ですね。だからそれ以上に雰囲気が上回っちゃったかもしれないですね。はい、明るさすごく大事です。で、我が社のやっぱり一番大切にしてるっていうのが、まあ、明るく元気よくですから、じゃあ皆さんこうね 100% もうこの仕事をしてこうなりたいっていうものを持たれてる学生さんが多いかっていうと、もう決まってる方ってやっぱ少ないですよね。逆にエンジニアの方だったらこういう道でプログラムをやって何を開発して何を作りたいって、そういう思いから企業も明確に選定できている部分があると思うんですけど、営業職っていうのはすごく幅が広いんで、やっぱり気持ちの部分と自分自身がどこに向かってやっていきたいか、まあ、だからその2つですね、社内営業と責任、じゃあここを業務を通してどういうふうに自分自身が成長できるのか、そういったのが追求できるのが営業職なのかなっていうふうには思います、ね、なんでこれからね一緒にね、営業マンとして、ね、はい、成長していければと思います。はい、トップライン様で、はい、まあ、いろいろ見た上で決めた方がいいと思いますけどね。すごく向いてると思います。あ、よかったですね。どうですか感想？いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。僕営業そんな得意じゃないというか、自分自身では得意だと思ってないので、しかもそのトップ営業の方からこんなに褒められることってなかなかないと思うので、すごい自信が持てました。
トップ営業の目線からだとどういった人が向いていて、どういった人が向いていないのかっていうところをお聞きしたいです。やっぱり好奇心があったり、そのチャレンジしたいっていう前向きな気持ちを持ってる方ですよね。まあ、ちょっとこれに付随してなんですけど、よく営業ができるかできないかっていうような話もあると思うんですけど、自分は営業が逆にできない人っていないと思うんですよ。誰でもできると思うんです。物事を考えた時に、じゃあできるかできないかって決めるのって誰かっていうと自分じゃないですか。でよくこれ部下にも言うんですけど、営業ってやり続けてれば絶対できるわけですよ。途中で諦めちゃうんですよ、うん、でそのためにいるのが仲間であったり、まあ、上司だとは思うんですけどね。でも今のなんかできない人はいないっていうのはすごくいいなっていうふうに思いました。なかなか内向的であったり外向的じゃない、方でも努力次第でできるようになるっていうことですね。なります、なります。あの余談ですけど、私は人と話すのがすごく苦手っていうか、幼少期話せなかったんですよ、うん、今日ねなんとかお話できてると思うんですけど、なんで、まあ、自分自身もだから自分が変われたっていうターニングポイントが実はあるんですね、うん、なんでだからこそ逆にあのできない人はいない。こう面接でお話しさせていただいてても、私より、ね、口下手な人ってねまず見たことないですよ。皆さんすごいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの続けてなんですけども、はいはいはい、営業職といっても、まあ、いろんな、まあ、ほとんどの会社さんにあの営業職っていうポジションはあると思うんですけど、はい、あの学生から見てトップラインさんに就職することのいわゆる魅力といいますか、トップラインさんだけの魅力みたいなところがございましたら教えていただけたらなと思ってます。まあ、営業ってすごくやっぱり厳しい中での勝ち抜きっていうのも一つだと思うんですね。ただそこだけになってしまうと、お客様に対してはどうなのか、お客様が一番やっぱり理解して納得してくれるかっていう部分においては、まあ、疑問があると思うんですよね。だから我が社の良さっていうのは、そのお客様に対しての考え方をしっかり持った上で、なおかつですね、強い営業マンをまあ育成していく。で営業ってやっぱり必要な人に必要なものを売っていくっていうのが大切だと思うんですよ。じゃあ必要な人に必要なものを売るっていうのはどういうことかっていうと、お客様ってこちらから紹介すると大体ノーを言うわけですよ。ノー。それはなぜかっていうと、本当は買いたいから、どっかにその商品が欲しいからアポイントになってる、商談があるにもかかわらずノーを言ってくる。じゃあなんでノーを言うかっていうと、私はその営業マンのことを信用できてないからだと思うんです、一番は。なんで我が社はあのお客様を大切にするっていう考えから、決して、ね、お客様から逃げるとか弱いじゃなくて、お客様に対してしっかり向かっていく、そこが我が社の良さでもあります。なんでその結果としてしっかりと短期でですね、昇進昇格できるようなところがですね、良さなのかな、魅力なのかなと思います。ありがとうございます。ということで、じゃあ最後にですね、今後どういう人を採用したいかであったりとかをちょっとお伺いしてもよろしいですか。ありがとうございます。僕みたいな人で、そうしたみたいな、あのやっぱり明るくて元気がいいっていうのがもう大切ですよね。明るく元気よくっていうことはもう絶対的にあの大切です。かつですね、もう今日のテーマですね、うるさいぐらい言わせていただいてすいませんね、お客様にやっぱりしっかりと寄り添える人材、なおかつ共にですね、会社のビジョン方向性、この日本一を目指すという活力と活気をですね持った人材ですね、こういった人はもうぜひですね我が社にお越しいただければと思います。ありがとうございます。下の概要欄にトップラインさんの情報はあの載ってあるので、ぜひ興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。